変拍子ではない。変拍子ではない。誰がいますよ。こんばんは。こんばんは。こんばんは。思想が弱いです。最高派手じゃない。一緒にしないで。今日はね、今日はね、あのお披露目ですね。そうだね。はい。今喋るよ。喋るよ。なんか言えよ。テンションで喋らせた。一番喋る。あいつは。俺にマイク暗い方がいいぞ。いやタバコ3日目だよ。今だって足どうなってる。タバコ3日目疲れたね。全部違うんですよ。足どうなってるんですか。洗濯してないのか。本当に洗濯をしてないんですか。そう、俺は3日間同じパンズボン履いて。マジでやだ。マジでやじゃん。できてやったぜ。すげえやだ。だねえな、来てよ。かわいそうだよ。学校に貼ってて。罵るとね、あのご褒美になっちゃうんで、やめてください。嘘は与えないでください。今日は近い。今日はね、なんとソータちゃんがね、誰かのね、誰かの陰謀によってソータちゃんがね、ついに出る羽目になってしまってね。Yeah. Yeah. おかえり。ソータ。ノイズ出すな。みんなで結構前ぐらいから割とスタジオに入ってセッションをしながら作りました。さっきの曲もね。そうね、作ったらしい。次のね、曲はね、ユーマ大先生だね。多分ね、聞いたことある感じになるんだけど、そんなこと。そうだね。あの、これはしゃあないよね。とてもいいんだけど、しゃあないよね。久々に曲つけたわ。まあまあ、後ろで沈んでるけど、一人。ちょっとダウナー人間が多いんですけど、盛り上がってもらえると嬉しいです。イエーイ。やろう。あの、人間のことじゃない、ハズファクトリーなんだ。
がった、ごめんなさい。この辺、落ちちゃったわ、3回くらい。これ多分ね、大塚の駅に落ちてると思う。来たね、今回。次、横揺れの曲来たら落ちるよ。すっ飛んだ。あれ喋って。ユーマが喋るよ。どんだぜ。ユーマが喋る。ここね、でも物質になった。ユーマが喋る。だいぶ下がるしかない。今度は喋ってるみたい。スマコン最終日ですけど、皆さん単位は取れそうですか？ダメなのか？そうですか。なんかユーマに質問コーナーとかやろうよ。一番重要な。一番めちゃめちゃ出そうだ。そうね。いやー、そうか。タイマー話聞きたい。お前最後からじゃないからな。野球の話が聞きたいね、野球の話が。好きだ。え、もう、スキュー。スキュー。カッコタイマーだ。喋るかな。ノイズ。ノイズ。その他のノイズ披露。聞きたい。マジで早くどうぞ使って。爪剥がしとけ。いい感じで今ちょっとドラムがね、ドラムに緊急事態が。なんか高橋ひろきって人いませんかね。お仕事探してると思う。お疲れ様でした。高橋ひろきと待ってるんだよな。え、今日来んの？高橋ひろき後ろにいないですか？高橋ひろきくん、今日ほら声聞こえるもん。いるやん、いるやん。そこから聞かないよ。え、なんか、うわ、なにこれ、なにこれ。水商売、水商売北口に就職してるやん。ボストやん。北に就職したじゃん。ちょっとステージに晒してこ。北口に就職したら面白くできるないって。俺これ行ってませんやん。よし、星見るやん。星見るやん。星見るやん。オッケー。ダメです、ダメです。一番面白い。トライアルナンバーに唯一笑ったこと。トライアルナンバーでネタとか聞いてないから。はい、じゃあ最後の曲だよ。はい、大森聖子だよ。今日はそう、大森聖子とあの銀杏ボーイズの峰田さんのあのコラボのあの曲がね出たんですよ。なんと。それで、あの、ナンスちゃんがね、今回はあのボーカルに挑戦したので。藍染カレーです。藍染カレーはリリーだと。ん？あ、でも、藍染カレーに。藍染カレーに。藍染カレーに。まあ、マヨとリリーとして。え、でもリン、リンめちゃくちゃ似てるんだよ。まあ、俺とリリーも結構似てるから。お前続き。細胞がの。よし、というわけで。さあ。やります。目が怖い。じゃあやります。サモコン最後まで楽しんでてね。イエーイ。はい、